皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの動画になってしまったんですが、今回はですね、ハードオフで、買ってきたもののちょっと紹介をしたいなと思います。はい。で、今回ではですね、こちら。はい。WIZZ、ポータブル DVD プレイヤー SPD-S955 という、ポータブル DVD プレイヤーなんですけれども、WIZZ という名前になってますけど、ここに出てますね。はい、大日電子の、ブランド名、ポータブル、こういったポータブルプレイヤーのブランド名みたいくて、うちにはですね、こちら、同じ WIZZ というブランドの、ポータブルのブルーレイのプレイヤーもあります。はい、で、今回はですね、これじゃなくて、こっちでして、はい、これもですね、はい、このポータブル DVD プレイヤーなんですけれども、ハードオフで、売られていて、値段がですね、550円、税込み550円ですね。で、通電しましたと。で、映像映りませんでしたと。そして、砂嵐ですと。砂嵐ですってなんだっていう話なんですけど。で、他未チェックですということで、再生のチェックもしてないので、果たしてこれ再生されるかどうかもちょっとわかんないんですけど、とりあえず、ネタとして買ってきてもあります。はい。説明書その他は全く付属してない状態でしたね。はい。で一応うちにある汎用の AC アダプターをつなぐと一応通電はしたんで、充電もされたんで、一応通電はチェックはしてあります。はい、で、電源を入れてみますと、はい、ちょっとこれ白っぽい画面見えてるかなと思うんですけど、WIZZ のロゴがちょっと見えますけど、なんかこう、黒と白がこう、ぐしゃぐしゃぐしゃってなって、いわゆる砂嵐っぽくも見えるんですけど、これはですね、多分、液晶の、ケーブル、この下側と、この液晶の画面側をこう、つないでる、ケーブルがあるんですけど、おそらくフレキシブルケーブル、こう平たいフレキシブルケーブルの一部がこう断線してるか、あるいはもう切れかかってるかの状態で、多分こう動かすとこう、はい、こんな感じで映像が出たり切れたりするんだと思うんですね。はい。でこの本体のここのところにですね、福島から始めようっていうステッカーが貼ってあるんで、生産年度的にはちょっと古いものなのかなと思ったんですけど、ネットで調べると、2018年の製造らしいですね、これね。そんなに古くはないんですけど、でも考えてみれば4年も経たずにこれ壊れちゃってるということなんで、これじゃあ再生はされるのかというところなんで、ちょっとね、再生のちょっとテストをしてみたいと思います。はい、じゃあ一応サンプルの映像の DVD がありますので、それをちょっと流してみたいと思います。ディスクを入れてもちょっとキュルキュルって回ってる感じがしないんで、多分これ再生もダメになっちゃってるのかもしれないですね。一応これ多分初期画面、これ WIZZ のロゴが出てる画面で止まってると思うんですけど、これやっぱりはい、再生はされてますよね。ここに開くっていう文字が出てるんで、要するにこのカバーが閉まってないという状態っぽいですね。はい、となると、あるいはカバーの開閉がね、閉まってるっていうところがある、センサーというか、スイッチがあるんですけど、そこがちょっとやっぱり不具合を起こしていて、この蓋が開いたままになってるっていう感じ、扱いになってるようですね、今ね。はい、で、この本体のですね、蓋のこの根元、この辺りにあるんですけど、蓋の内側にこう突起がついてまして、それがこう蓋閉まった時に、この本体側についてるスイッチをこう押す、どけるような感じになることで蓋が閉まって、再生が始まるということになるんだと思うんですけど、そのスイッチが、ちょっと不具合を起こしたか、 あるいはその何かしらのパーツがちょっと破損してるかで、この蓋が閉まったと検知できない状態なのかなと思うんですけど、はい、で一応ですね、そのセンサーのところをこうピンセットで押してあげてる状態なんですけど、そうすると、はい、一応これ今から音出てると思うんですけど、ちょっと映像は出てませんけど、一応再生はされます。はい、はい、というわけで、やっぱりこの開閉を検知するところもですね、やっぱりこれ破損してるのかなと思います。はい、はい、というわけでですね、こちらの本体の方ですね、とりあえず分解をちょっとしてみたいと思います。はい、一応この電源は切りまして、この本体の裏側にですね、1、2、3、4、5、6、7、8箇所ネジがあるんで、それをちょっと外していきたいと思います。はい、一応は8本緩めたんですけど、ここにある1本だけ、ちょっとね緩めたんですけど外れないんですけど、緩めてはあるんで、多分こう皮はちょっと外れると思うんで、これちょっと開けたいと思います。というわけで、下側外れましたけども、ここにねケーブルつながってるんで1本外します。それからもう1本外します。はい、でここにこの細いの見えてるかなと思うんですけど、やっぱりですね、これ本来でしたら、この幅広いフレキシブルケーブルなんですけど、これですね、はい、これが液晶を回転させるために、このヒンジのところ、この真ん中の軸のところにこのケーブルが通されてるんですけど、この本来、フラットケーブルになってるやつをこう細かく刻んで一つに束ねて、この、中に入ってますね、はい、それがこの液晶につながってるんですけど、おそらくこのヒンジの中か、その出口あたり、そのあたりのこう角部分にあるフレキシブルケーブルがちょっとね、破損、断線してるという感じじゃないかと思うんですけど、はい、フレキシブルケーブル外せました。はい、こんな感じで、束ねられてるわけですね。はい、なので、このいわゆる本体の下側にあるこの DVD のプレイヤー部分であるとか、その他のこう動作っていうのは多分問題ないと思うんですね。はい、ただその、蓋側にあるその、トレイの開閉の検知部分と、あとは液晶部分ですね、そっちに問題があると思うんで、こっちはこのまま置いておきます。はい、じゃあまずですね、開閉の検知部分がですね、これだと思うんですね。はい、これの裏側におそらくこの突起をこう受けるところがあって、それがスイッチになっていて、その突起の、向きが悪いのか、あるいはこう下側のスイッチの受けの方が悪いのかはちょっと見てみないと分かんないんですけど、とりあえずこれね、外せるようになってるので、これを外します。というわけで、これが開閉検知のスイッチ部分なんですけど、この突起がありますよね。ちょっとピントがあんまり合ってないかなと思うんですけど、この突起の部分をこの蓋側の突起がこうツッと押すことで、こう蓋が閉まって、こうリスクが回転が始まるというところなんですけど、このスイッチがですね、このなんていうか、ちょっと薄っぺらいというか、この受け側のスイッチとしては当然これがクッと押されないと、その閉まったという検知がされないんで、爪とこうすれ違っちゃってる状態なのかなと。はい、このね、ピンポイントでこの上のてっぺんのところをクッと押さなきゃいけないんで、それにしてはちょっとね、このスイッチの幅が小さすぎるんじゃないかなと思うんですよね、これね。はい。なので、ちょっとまあ、蓋の立て付けが悪かったり、ちょっとずれちゃったりしてると、このスイッチをこううまく押せない、こう、ちょっとずれたところでストンって入って、この、ね、スイッチがこう上に伸びたままになっちゃってるっていう感じなのかなと思うんで、まあ、そのスイッチの蓋の立て付けの部分とかもね、ちょっと見てみたいなと思います。はい。はい。この蓋ですね。蓋のここにあるのが、突起なんですけど、これ自体は、まあ、十分なサイズがあると思うんですね。まあ、2ミリ角くらいの四角になってるので、サイズ的にはそんなに問題ないと思うんですけど、やはり下側のスイッチの方が小さすぎて、これがうまくそのスイッチを押し下げることができなくなってるんだと思うんですね。で、まあ、そのセンサー部分は後に回すとして、まあね、肝心要のこちらの液晶の不具合の方を直していきたいんですけど、この回転するヒンジの部分、ここにもこうネジがあって、それもちょっと外さなきゃいけないので、それちょっと外したいと思います。はい、というわけで液晶の部分が結構分解できたんですけれども、ここですね、このちょっとくの字に曲がってるあたりがこの、ヒンジの部分を通ってるフレッキのケーブルのところなんですけど、はい、じゃあ、ちょっとね、この本体開けたまま、DVD を再生してみて、このヒンジの部分をちょっといじって、映像がちゃんと出るかどうかっていうのをね、ちょっと確認してみたいと思います。ではスイッチオン。これで見ると映像はちゃんと出てますよね、これね。ただこの辺いじっても別に映像が乱れるっていうわけではないんで。これは一体どういうことなんでしょうか。これね、もしかしてはい、まあ大体元に戻せたんですけど、まあ一番の問題点はですね、このやっぱり蓋の開閉の感知をするスイッチなんですけど、これよくよく見るとですね、この基板に対して取り付ける角度がちょっとね、若干こう傾いてるわけですよ。そのいわゆる上から来る突起部分が当たりにくい方向にこうね、ずれちゃってるんで、そのどう頑張ってもこの突起部分をうまく押せない状態になってたということなんで、まあこの画面上でちょっとちっちゃくて見えないと思うんですけど、ちょっと拡大図は出しますけど、この状態からちょっとね、下のハンダを溶かしてスイッチをもうちょっとこっち側に若干傾ける感じで、まあ、戻すというほど傾いてはいないんですけど、そちらにこう若干傾ける形でよりこうスイッチが当たりやすいようにちょっとしてみたいと思います。はい、というわけでスイッチ部分ですね、ちょっとハンダを溶かして、スイッチ部分を正直やりすぎじゃねえのこれっていうぐらい傾きがあるんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっとやりすぎぐらいに傾けたくらいで、動作ができるかどうかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思うんで、今回にしました。はい。はい。というわけで元に戻せましたんで、これでもう一回、再生テストしてみたいと思います。さあ、まず画面が映るかどうかなんですが、これはまあいわゆる最初のまあ砂嵐といえば砂嵐というこうなんていうか白っぽくこうぼやけたような画面なんですけど、これで動かすと画面が映ったり映んなかったりっていうことがあっとはいまあ結局最初と同じ状況みたいですけど、ただこの蓋が閉まっててもここが開くってなってたところが一応ディスクなしになってるんで、まあセンサー部分については大丈夫っていうか治ってるということになると思うんですけど、じゃあまあこれで本当に再生できるかどうかっていうところなんですけど。ディスク回りましたね。はい、で、ロードで出てます。まあちょっと回転音はちょっとうるさいですけど、はい。再生はされてるみたいですね。まあ一応再生されるようにはなったんですが、結局この画面の状態が最初と変わらない状態なんで。ただバラした状態ではこう綺麗に再生されたのに、でこう元に戻しちゃうとこうなっちゃうのかなっていうのはちょっとわかんないんで、もうちょっとこの、ね、内部の状況を確認しつつ修理の方をやってみたいと思います。はい、はい、いろいろちょっとねやってみて一つ分かったことがあるんですけど、このバラした状態、しかもこの液晶の裏の蓋、この白い蓋ですね、これを外した状態だと、こういうふうに液晶は綺麗なのに組み上げちゃうとなぜダメかっていう問題なんですね。ちょっといじってたら分かったんですけど、この液晶パネル、この裏側にこれ後ろのそのプラスチックのところとこう干渉しないようにこうゴムが貼ってあるんですけど、これ白いやつをこうかぶせると当然これと後ろの重心のところがね、これが当たって。まあ振動を抑えるっていう感じになってると思うんですけど、この裏蓋をつけた後を想定してこう裏からちょっと軽く押してやると、はいこれです、このいわゆる画面が砂嵐っぽくなる状況なんですね。これ離すとこう綺麗に表示されるとっていうことが分かったんで、この要するにこのゴム足みたいなやつ、これを剥がせば綺麗に表示されるんじゃないかということで、じゃあこれちょっと外してでもう一回組み直してでちょっとね再生テストをしてみたいと思います。はい、というわけで後いろいろやってみたんですけど、やはりこの後ろのこのまあ天板ですね、これをつけちゃうとどうしてもこの液晶画面が乱れちゃうというところで、この液晶自体がちょっとこうバックパネルをつけてこうネジを締めることによって若干こう反るような感じに、まあ、なるとどうしてもこの映像がこう乱れちゃうということですね。はい、でも当初心配してたここの断線はどうやらないようなんですが、やはりこの液晶自体にちょっとなんか不具合があるみたいで、どうしてもこのバックパネルはつけられないわけですね。はい、なのでまあ修理するとなればこの液晶自体を交換しないともうダメなんじゃないかっていう感じがするんですね。はい、まあ、そこまでいっちゃうとまあ安く仕入れを上げるっていう、まあ、趣旨からちょっと外れちゃうんで、まあこの、DVD プレイヤーの修理はここで、まあ、終わりにしようかなと思います。はい、まあこういう故障もあるんだなというご報告までということで今回は終わりにしたいと思います。はい、まあね、これが何かの参考になるかどうかちょっと分かりませんけれども、まあ、この動画が良かったなと思ったらグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。